はおよそ250品種、1万3000株の花菖蒲が植えられています。花菖蒲は、もともと日本原産の野生種である野花菖蒲を長年にわたって改良を積み重ね、今日のような立派なものに仕立てたものです。改良された花菖蒲の品種は非常に多いものですが、江戸系、伊勢系、肥後系の3系統に大きく分けられます。江戸系は現在の東京付近で江戸時代から作り出されてきたものです。特徴としましては、すっきりと伸び上げした葉、そして花によっては昔の江戸町民の田舎の雰囲気を感じさせてくれます。伊勢系は今から百数十年前より伊勢松坂地方で改良され作り出されたもので、垂れ下がる優雅な花びらと淡くほのかな色に特色があります。肥後系は現在の熊本で、その昔江戸時代に肥後の国の藩主細川成盛が家来に命じ作られたのが初めと言われています。武士の手によって作られたためでしょうか、花の大きさは三系統の中で最も大きく豪華で、しかも美品にあふれる感じがいたします。どうぞごゆっくりとお越しくださいませ。ご来園の皆様にお願いいたします。柵の中やケの中へ入ったり、三脚を使用しての写真撮影や景色など、他のご来園の皆様のお出迎えとなりますので、ご連絡ください。また、明日、リーディングではお近くの鈴鹿にお入れくださいますよう、ご協力をお願いいたします。なお、白瀬公園には駐車場がなく、周辺は全員駐車禁止になっておりますので、ご注意ください。